やばくない？降臨の儀なのこれ。示唆は出ない、示唆が一回も出ないな。あプラなんだけどね。あっ、あ、ああ来た。おお原田さん苦しいよ。いや苦しそうやね。だってないじゃんもうメダル。苦しい。1300枚も出てんのに。なくなっちゃった。来た。えこれ確定でしょ。おお82。やばいやばい。1457枚。さあセット数なくなりました。まあ、切れてないと思うんで、まあ、8回来てるから次初当たりね、なんとか引ければ9回目で、まあ、降臨の儀の可能性はあるんだけど、ないね。もうちょい早いリップ来てくれよ。2枚目、まあ言うてまだ2枚目だからな。お願いします。このあと1個は取れないんだよな。上がった、来たね来たね。上がんねえか。リリース来い。来た。下襲来。お下襲来。今日初めてのチャンスゾーン。いいぞ。お、しかも引いた。結構いいんじゃないのこれは。これあれだ。よっしゃー、当てていく。ナイスナイスナイス。よし、これでプレミアム。オッケー、よかった。ナイスナイス。早いっすね。さあ、とうとう私、稼いだメダルがなくなりました。そこを今、つきます。頑張れ。ピエー。まあ、これで1個は確定ね。いやー、レイちゃん、レイちゃんだ。マジこれ、X ある？ X ないんだ。 X ねー。まあ、でも、まあ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 、あ、オッケーオッケー。おー、 おー、よう、あそこでリリース引っ張ってきた。うわ、3個目。おお、ここで3回リリースできてどういうことや。まあでも耐えたな。耐えた、160ゲーム。あとはもう昼間に走り回るのやめてもろて。いやほんとそれな。皆さん1000いきました。あと500ゲーム。500。おお、いった。これ取りましょう。よし、メイク。これはどういうことなんだい。目も当てられねえや。というわけで僕は729枚で終わり。まあ実はね、僕はなんと1万5000投資の1500枚回収なんで、うん、だいぶプラスです。いいね。まあちょっと真央くんといろいろ探してみますかね、台を。はい、そうしましょう。はい、じゃあ返却していただいて。はいはいはい、はいはいはい、今
あれ、はい、死んでる、死んでるよ、もう天井行きよ、これは死んでる、もう無理よ、辛すぎる、周りめっちゃ出てるのに、いやそうなのよいやちょっとじゃあ僕らも探しますか、僕らは釣ればやめます。あ、そうなん、はい、僕でもあの後1回当たって1500枚あるんで、うん、ああそうなん、あ1万5000円プラスですね、まだまだワンチャンあるじゃん、まあ、今からちょっとパチンコあたり打ってきますわ。ああ、オッケーオッケー、はい、さあ、あんのかな、あ、おー、はい、昇格エピソードか、さっき来て欲しかったな、あんだけど、いや、早い、おーい、さすが、さすがやね、外れで上がる、引け、いやー、いやー、きちー、マジでクソすぎ、これもう行こう、おお来たよ、見ろこれ、おあいつら行った途端じゃねえかよおい、いろよあいつら、オッケー、こいつが頑張ってくれないとマジで意味ないから、200枚300枚じゃ本当に話にならんからね、500は取りたい、あー2つ目の9いいね、いらない、マジいらない、もうマジいらない、おー、まあ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 、うわ、3が、よーし、でかい、でかいか、3邪魔なんだよな、981、いやいや、でかかないな、3のせいででかかないな、いや、ないよな、ないよな、243、じゃあレルガン行きましょう、お願いします。まあこの台どんな台かっていうと、はい、239分の1で当たるんですよ、うんうんうん、ちょっとチャンスゾーンみたいなのに入りまして、うん、そのチャンスゾーン100回転中に163分の1を引けばラッシュで、めちゃくちゃ出るラッシュに入るよっていう感じの台です。なるほど、で1回当てるだけじゃダメなんですけど、まあ、とにかく最初は当たりを目指すことが大事だよっていう台ですね。了解です。とある何々の何々みたいな、あのロゴみたいなやつめっちゃ流行りましたもんね、うん、いやめちゃくちゃ流行った、このロゴがめちゃくちゃ流行ったし、これに似たフォントがめっちゃ流行ってたから、いやそう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 、サテンさんめっちゃ人気じゃなかったですか。サテンさんめっちゃ人気あった、俺そんな、まあ、いい子だなとは思ったけど、かわいいけどね、うん、これアニメの最初の方だこいつ、いかれてるからな、マジで、クロッパ、いいよな、だいぶいかれてますよ、あいつあー、右停止来ないか、まあ、10枚でもいい、いいね、ほい、でかい、これはいいタイミングで引いた、これはなかなかいい、はい、あ、上乗せ赤ある、これ取りてー、上乗せ赤取れるだけで十分なんだよな、1個 OK、 まあ、次大事、次大事、よっしゃい、いけ、でかい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 、マジでかい、
上乗せ、ナイス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 、でけー、マジで仕事した、ナイスすぎる。おお、いいね、優勢までいった。まあただ全然負ける可能性あるけど、いやいや、頼むわ、これ結構重要だぞ、今日一来てるよ。まあな、10でしょ、まあしゃあない。で、ああ跳ね返欲しい。まあ130十分十分です。さあ終わった。ああ跳ね返がやっと出た。行きましょう。はい、これね、まあこれ、まあ有利区間これで切れたんで、いやもうこれじゃ、まあこれやるか、やるしかない俺は。はい、こんなん無理やろ無理やって。まあ500、天井が短縮入るんでね、500にはなるし、あれの可能性はあるから、ああ OK、 これ後輪の儀の可能性一応あるからな、1回目だからな、有利区間リセット後1回目。おーっしゃー、どっちだろうね、まあ自力なのか確定だったか分かんないけど、いいよ、後輪抜きでもいいよ。はい、おお来たこれはラッキー、ラッキーだけど、まあこっからやけど、 OK 勝負。あ、ここいいね、867、よし、あーここいいじゃん、8679、どれか取ろう、よし OK、6スルーして7球取ったらまあまあでかいけどね。OK、 9も取ろう。おお、まあまあでかい、まあまあでかいよこれ。これはでかい、倍来たらやばい、1000枚いく、EX マジで頼む、1回ぐらい来たっていいじゃん EX。 うわー、ないかー。まあでも504はでかいわ。ないか、うわ EX 来てたらな。まあまあまあ、でも789は結構取れた方。お、ストップ来た、気持ちよすぎ、あ最高。でっけえこれ、これマジワンチャン始まってる。1万円がなくなります。まあ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 、
滝読み1回は見てえな。滝読みっていうのは、うん、次今回ってる保留の先の示唆が出た時ですね。例えば保留が変わった時って、うん、あと3個先の保留が熱そうだとかって分かるじゃないですか、うん、例えばなんか次のゲームで何かが起きるとか、うん、そういうことを言ってくると、うん、あ、じゃあここじゃなくて次の保留というか次に何かが起こるんだみたいな先読みになってるんですよ、うん、そういうのが先読み演出っていうのは難しいです、そこら辺。なるほど。ただ先読みないからな。いや、この演出がね、割と熱いんですよ。おー、フリーズゾーン 45% とかあったかな。めっちゃ揺れてる、めっちゃ揺れてる。おー、文字赤とかね、そういうのをちょっと狙っていきたい。もっと止めろ、もっと止めろ。いや、でも赤カットいいね。頑張れ、止めろ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 、フリーズしろフリーズしろ。おー、かっこいい。レベル2やん。全然上げ、あ、でもおお、ナイス、当たり当たり。おお、ただこの台はさっきも言ったけど、こっからなんで、こっからなんだね。ナイス、やったー。とりあえず当たりを引いていく。やったー、嬉しい。素晴らしい。おー、やったー、ナイスです。ナイス。でハンドル握って、うんうん、右打ちって言われるんで、はい、そこで、うん、100回転以内に163分の1引けたら、うん、めちゃくちゃ強いです。で全然取り返せる、うん、取り返せるし、この後、うん、この後で、これがレールガンラッシュチャレンジってやつなんで、いろいろこれで残り100回転以内に163分の1を引くイメージ、うん、いけ。ダメだったか。いや、ミッション、ミッションいっても結構強いっす。頑張れ。おー、いいねいいねいいね。ミッションだいぶ強い。あ、止めていいっすよ、止めていい止めていい、うん。おお、いいねいいねいいね。バトルワンチャンあるで。ダメーダメー。これたまにこれで当たったりするんだよね。わー、ある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 。おお、そう、バトルまで行けばね、だいぶね熱いんですよ。チャンスあったっすか。マスチャンス、チャンスはなかった。トラップワンツーだった。ワンツーだったか。頑張れ。あ、こいついたな。うわ、ナイス、ある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 。マジで強い、マジで強い。いそっから、そっからその台マジ暴れ散らかすんで。うわ、わ、音、脳みそ溶ける、これすごい。その台暴れ散らかすんで、そっからね。あ、すごい、文字が。頼みますよ、真央さん。頼みます。右打ち、右打ち、右打ち、よし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 。おー、気持ちいい。なるほど、よっしゃ。おい、2先発。うわー、溶ける溶ける。これがパチンコ。待って、最強無敵。3000か、2000かね、2000だね。おーい、
あとはもう右打ちして100回転以内に68分の1を引いたら当たりなんで、引け、そう、もう一生それだけ、引ける引ける、期待してみるで、見てるだけです。真央くんがもうこれで2万発出したらもうみんな勝てます、うん、よし出すぞ。熱いね、一回止めていいかも。止めた。熱いね、かっこいい。これはあるんじゃない、さすがに。助かったぜ。ちょっと演出が、かっこいい。よし、ナイス。いいよいいよいいよ、大好きエルガン。あるあるよ、もう一回見よう。これで蝶の色が赤とかになったらだいぶまた2000発とかもらえるんで、お願いします。もう確定やん。うい、あ、あれあれ、もうやっちゃいますよ俺が。ありがとうございます、ありがとうございます。たまらん、ナイスナイス、気持ちいいやつね。いいね、取るね、たまらん。まあでもこれで、うん、まあその2000発はもらえないけど、なるほど、まあ当たったことに意味があるんで。おお、え、なにこれ、4000いった、なんかすごいことになった。ああ。おいしい、おいしいね。さあ、まあ10枚でもいい、10枚でもいい。おお、キョーベル、いいタイミングで引く。さあ何枚、50枚、まあ50枚か。頑張れ。どうだったの。僕はプラマイゼロです。あ、そうな。僕はちょっと減らしちゃったっすけど、うん、高田さんが自分の分取り返してもらって、真央くんがぶっ壊せば達成できる。いやー、やばいなこれ、回帰ガチで入んで、マジできつそうだな。マジでやばい。おー、え、この下なんだったっけ。敵さんに、おお、打って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 、あ、打ってればいい、うん、うおうわすごいや。真央くん、はい、これね、うん、まだワンチャンあるんで、ちょっと打っててください。うん、これ最高に気持ちいい瞬間が訪れるかもしれないんで。なんでやって、これもう次のあたりまで確定なんですよ。え、そういうこと。超フリーズ発生って書いてあるじゃないですか、うん、だからほら回数が減ってないんで、あ、次のあたりまで安心しても回してるだけです。すげえ、もう絶対当たるんだ。なるほど、そう、絶対当たる。すげえ。いや、早いな早いな、もうちょいハマってから引きたいけどな、これな。あ、なるほど、その分、そう、この時にハマった方がね、ちょっと確率的にさ。確かに。いや、でもいい。うるれ、
これまたですよ、マオ君、また次の当たりまで確定です。すっげえ、すげえ、あああしかも2000発だ。さあこれが、まあ、ラストだよな。ここでものにできなかったら終わり。チャンスアップ。さあ昇格でエピソード、さあワンチャンあるよ。なんもないああ逆、どうだ。はい、さすがにあるだろう。これは取ったか。うい、オッケー。おお、マジこれまワンチャンあるんだけど、マジかよ。さあワンチャンの時いきましょう。全部9でいいよ。ここおーでもいい、めっちゃいい。これ取りたい。はい、7、これも取るよ。7、7、7、7いこう。はい、7、7、4、5スルーして8まで。4取りそう、これ。うわ、取るよな。あ、でもまあちょうどいいっちゃちょうどいい。196ちょうどいい、めっちゃちょうどいい。196ある意味神だな。OK、 EX は確定。これ196ちょうどいいじゃん。 OKOKOK、 中途半端な数字引くよりこっちの方が良かった。ぜぜいぜぜいぜぜい、やれてるやれてる。勝った、まさかの勝ちじゃん。やったわこれ。ちょっと待って、これめっちゃ次重要だぞ。いくぞ、これ78をやったったわ。さらに168、やばい、勝ったやばい。え、2200万ぐらい出るってことでしょ、もう足したら。やばい、やったったわマジでやべえこれこれはやばい。なんで俺いつも最後にこんなことなるだろうな。
実戦終了。いや、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。なんか疲れてますね。疲れてますね。いろいろね。いろいろあったんだ。いろいろあったんだ。ずっとマオ君もいろいろありましたけど、いろいろあった。はい、本当にいろいろあった。では結果からいきますか。はいはい、はい。僕がですね、投資が3万円の、回収が1519枚で、収支がプラス139枚です。あは、おっ。いや、まあまあまあ、でもマオ君じゃあ言ってやってくださいよ。ってやろうじゃないですか。マオさん投資966枚に対して回収3206枚。やばいね。収支プラス2240枚で継続中でございます。僕とマー君は、はい、あの2人でも大幅にプラスに持ってきましたよ。この移動も含めてね。そうですよね、協力プレイなんで。本当にね、高田さん、あんたきつそうでしたね。いや、マジできつかった。マジでなんかずっとマジできつい。俺ずっと口しか言ってない。グーグー言ってましたよね。グーたら言ってましたよね。マジできつかった。で、どうだったんですか結果は。投資が874枚。おお、少ないね。回収が2346枚で、収支がプラス1472枚です。これすごいっすよ。目標達成。いや、目標達成だし、俺今 AT 入った瞬間で終わってきてるから。あ、でまだメダル枚数あるの。ま、あの枚数は表示であと1500枚の出る状態のとこで。もうじゃあ期待値の塊置いてきてるんだ。最高だ。これだって前回もプラスでしょ。前回も達成でしょ。前々回も達成じゃない。そうだね。最近いいね。最近調子いいっすよ。最近ただもう前半がきつすぎて。確かにね。そう、最初がマジできつい。まあ今回はでもまだいいですよ。なんで。だって負けたとしても、まあ、自分の分だけ自腹でいいんで。確かに確かに。やりましょう。はい。で、今日のゲームは何ですか。指の下ろせない指すまね。指の下ろせない指すま。あ、指すまの指を下ろす。あ、一回上げたらもう下ろしちゃいけない。あー、なるほど。はいはい、あ、そういうことか。ちょっと待って、理解度早いのやめる。ちょっと理解する前にやろうぜ。え、あの掛け声どうします。一斉、一斉のせんみたいな。一斉のせん1とか2とかね。もう下ろせねえんだもんな。あのクイック一斉のせ禁止にしない。うん、一斉のせ、うん、そう、うん、あの一斉のせはやめよう。はいはい、テンポを一定にしよう。一斉のせ。オッケーオッケーオッケー。それちょっと古速なやつだしね。じゃあ、誰からこれ。今一番勝ってる。じゃあ真央さんからでいいんじゃない。まあ、これ先手の方が有利ですよ。じゃあ高田さん、真央さん、高田さん、俺のやつですか。引きます。しゃ、一斉のせいゼロ。よーしよーしよし。ただ日和と思った、絶対、ね、上げてねえんだよな、こっち。絶対日和と思ったから。いや、日和ってるわけじゃねえ。高田さん、2本上がってんだよ、これ。うわー、悩むな、これ。一斉のせい3。あー、なるほどね。上げねえんだ。いや、俺ね、マオ絶対上げてくると思った。上げてくると思ってると。上げてくると思った。思ってると思ってた。いきますよ。一斉のせい2。あー、なるほどね。上げてこないと思ってると思っていた。腹立つ。あ、でもこれ魔王有利だな、さすがに。これ有利。一斉のせい3。そうなんだよな。これあのこっちこっちにして右手。一斉のせい3。一斉のせい3。おー。一斉のせい2。よし、はいはいはい、よし。そうね、一本になってから悩むよな。いや、これマジでね、だいぶ悩むんだよ ね、マジで。なるほど。だって下げられないわけだから。そう、下げられ、ちょっと待って、ちょっと待って。一気に負けがありえるわけだからね。よく考える俺。ほんまや。そう、一気に負けあるよ。俺の位置が邪魔なのよ、多分。一斉のせい1。おお、これだ。高田さん、まあまあ積んでない。いや、積んではないんですよ。積んではないのよ。積んではないんだけど、ここの読みだね、ここ。いや、人狼やってる時の高田健志だ。ちょっと待てよ。お魚人狼左上の高田健志がいた今。だから、名屋が上げるか上げないかな。そうなのよ。それでしかないのよ。俺も高田さんがね、あのね、上げるか上げないかなのよ。OK。一斉のせい1。よし。おー、これだな。ここなんだよな、結局。
うわ、ここの読みはきっちり。ちょっと待てよ。ああ、ちょっと待て、あげる。あげる、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 絶対あげる。本当にね、あげてよ。あげる。じゃあ俺もあげるからね。俺もあげるからあげてよ。絶対あげる。絶対だよ。あげる。一斉のせゼロ。あげらんねえよな。あげらんねえよな。よし。いや、あげらんねえんだよ、あれは。いや、あげらんねえ。分かってんだよ。でも、あれをあげる高田刑事も見えた。いや、そう。いや、分かる。あげる読みで来ると思ったの。この人、あげてきそうとか思ったんだよな、マジで。よし。これ、おもろ。これ、めっちゃおもろい。よくできてる。これ、面白いですよね。これ、おもろい、うん。というわけでね、今回は、高田さんが負けたので、高田さんは自分のオリパ分。でも、オリパで大勝ちすればね、まあ、まあそうね、そうね、オリパの内容次第では。自腹ということで。わあ。さあ、高田剣士のオリパ開封だ。いきますか。オリパ開封見れるのお得だな。そう、お、しかもいいね、しっかりとダブルスリーブ入ってるじゃん。いや、多分結構いいんじゃないですか。結構一番だからね。いや、スリーブに入れたまま出せばいいじゃないですか。こういうことか。俺見て、高田さんに、はい、いや、もうなんか想像できるな。何のリアクションもないじゃん。いや、だってリアクションしたらもったいないじゃないですか、うん、一回ちょっとこうする、はいはい、OK。 なんだそのリアクション。それではご覧ください、自分で。これやばいね。1万円これやばいって。これ、DM さん入れ替えたでしょ、中身。これやばいって。しかも、ちょっと詳しい人間が入れ替えてる。いや、これやばいぞ、マジで。いや、まあ、多分それはハイリスク、ハイリターン、うん、出なければ当たりは多分、超当たりのあれなんだろうね、うん、で、俺1万円払うでしょ、今から。そうですよ。やばすぎ、これ。やばすぎ。ここで払っちゃいます。やばすぎ。今払っちゃいます。全然払う。マジかよ。これ1万、まあ、夢を買ってるわけだから。まあね。まあ全体で見たら大勝ちということで、はい、いや、おめでとうございます。本当に今日はね、ナイスな実践でした、はい、いや、よかった。俺初めてだ。どうでした。初めて役に立てた。確かによかった。確かにそうだ、うん。まあ、でも楽しんでもらえたのが良かったということで、はいはい、というわけでね、今回の実践これで終了と、はい、まあ、続き2人は続きあると思うんですけれども、はい、動画に関してはこちらで終了とさせていただきます、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。